今日の英単語を紹介していきますね、A、Visit ってやつですね Visit ってねみんなね訪問するって覚えるんですよでもね昔の人はねなぜ訪問するって訳したのかそれはね おをつけらられるからですねそう多動詞ってねなんか「お」がつくやつっていうふうに勉強する人たちがいるんですよ結構ねだからきちんと「お」がつくほら多動詞だよって教えてくれてるわけなんですよでも多くの人はねお無視でしょただただ訪問するんですでさらに訪問するってなんで訳されてるのかってねちゃんと理由があるんですよそれは「Visit」ですねこの「Vis」っていうやつですけどね何かの単語と似てないですか?「Vision」とか「ね、視点」とか「Visual」「Visual」とかって言うんですねそうなんですこれね見るって意味なんですよ うん、だからこれ見に行くって意味ですこれ実はでなんでこれわざわざねじゃあ訪問するそう行くとちょっと違うんですよ「Visit」っていうのは例えば、えー「I visited the zoo」ですねはい「ズ」に行きましたでこれほらだって日本語だと「ズ」を訪問するとは言わないでしょこれほら「ズ」っていうのは動物とかを見に行くからなんですねでさっき「I visited the museum」っていうふうにねそうミュージアムって何か作品を見に行くわけじゃんさらに「I visited john」って言いますよねそうこれジョンに会いに行くってことなんですよ で日本語だと「人を訪問する」って言えるから県を訪問する県の家を訪問するとか言えるからだからわざわざ訪問するって訳されてるんですけどあ見に行くななんだなってて覚えていれば大丈夫ですねそうだから必ずしも「GoTo」と同じになるわけじゃないですかね。I visit the bank っって言ったらうーん バンクを見にに行行くく、えー、視察しに行くのかかなとかねそういう風になっちゃうのでだから「Visit」ってそうか「誰かに会いに行く」とか何かを見に行くんだなっていう風に知ってるといいですよ。はい、だから「Visit」「たどしい」だけで覚えるんじゃなくて、えー、そういった使い方っていうのもこれから覚えてってください。今日の英単語は「Mary」。 っていう単語ですねメリーっていうのは結婚するってやつですけどもともとねこれね若い男の人っていう意味のね、えー、単語は実はここの部分なんですけど、えー、そこから夫っていう意味がねここに生まれてでその夫が妻を持つっていう意味のね動詞になって、えー、生まれた単語って言われてますでこいつはね使い方が非常に間違いやすいので気をつけなきゃいけません例えばジョンがスーザンと結婚しましたっていう時ですけど「ジョン married スーザ ですね。with をつけちゃダメですよ。そのまま、j o h n married t susan っていう風に言ってやってください。で、これがなんでよく問われるのかっていうと、他の表現があるからなんですね。こういう風にも言えるんですよ。j o h n got married to susan.get married to ですね。これでも結婚するという意味になりますね。まあ、受動体とかって言われるやつですけど、まあ、名前はどうでもいいです。ね、そういった表現があるんだなっていう風にしておいてください。これで覚えておいてください。j o h n got married to susan で、ここを with にしちゃう人が多いってことです。まあ、確かにネイティブの中では若干 with にしてる人いるんですけど、でも一応 to で覚えてください。 入試とかではこれで覚えなきゃいけないですから John got married to Susan でジョンがメリーとスーザンさらにはジョンはスーザンと結婚していますっていう時に John i s married to Susan っていうふうに出てきます。なので、この get married to とか be married to ってやつですが、こっちは結婚するで、こっちは結婚しているみたいな意味になるんですけども、まあ、同じ意味だと思ってる人結構いるので、ちょっと分けてみましたけど、はい、この3つの用法っていうのが入試では問われやすいので、えきちんとね、John m a r r d Susan John get married to Susan John i s married to Susan っていうふうに覚えてください。もちろんいいですよ。あなたが結婚したい人の名前をここに入れて、ね、それでやって覚えていけばそれでいいわけですね。だから、mary で、mary 人、get married to 人人 be married to っってててて覚覚ええるんじゃななくく具体的な文で覚えていってくださいそうすすれば使えるようになりますから <music> 今日の英単語ってやつですが「appear」っていう単語ですね「appear」には、まあ、知ってる人もいると思うんですけど意味が2つありますねなんとなんですかそうそうそうさっきやった何とかに見えるっていう意味とそう「出現する」っていうね2つの意味があるよねで出現するっていうのを2語で言うとなんかわかります?「show up」とかねそう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 結構有名でね「show up、ね」ね ね、何でもいいですよ「He appeared」でね「John appeared」「ああ、John 来たよ」とそういうふうに言ったりとか「John showed up」とかね「現れたよ」っていうふうに言うことができるんですが。 これ2つ意味があるので厄介な、ね、時が出てきちゃうんですよ。動詞の時は全然難しくないんですよ。すぐ文見ればわかるんですよ。アピアの後ろに形容詞とか来てればあ何とかに見えるっていう意味だしアピアでオンステージみたいな形になれば後ろに前置詞プラス名詞来てるから出現だなとかってね分かったりするんだけど名詞の時はちょっと厄介なんで、ね、このアピアランスっていうのをきちんと押さえておきましょう。アピアっていうのが出現すると何とかに見えるっていう意味があるので見た目っていう意味と出現っていう2つの意味があるので。 だ気をつけてくださいこれがややこしいんですよなので、はい、His physical appearance 彼の身体的な見た目ですねそうそう彼の見た目体の見た目っていう意味と His sudden appearance 彼の突然の出現ですねはい突然の見た目って分かんないですからすね体の出現体の出現すごいねそれはいじよよみたいなね、はい、で一応だから文脈とかこういうくっついてるもので分かることはできるのでそんなに心配しないでください でなんで2つも意味があるのさって思うんですけどいや簡単じゃん出現するっていうのも見た目っていうのもこのまあピアのとこなんですけどアピアのねそうここが実は見るっていう意味なんだけどね見るとか見えるっていう意味なのさ。 だ見えるようになったら出現でしょまあ漢字の出現の源の字にも見るがついてますね出てきて見えるようになればそれは出現見た目もそうですね見えるだからそうどちらも見えるつながりなんですよ名詞の場合に意味が2つあって見分けなきゃいけないなんて問題も出題されることがあるのでえきちんと覚えておきましょう。 最後は今日の英単語今回は Grow ってやつですこいつねめっちゃ出るんですよ入試問題ねすごく出題されるので是非覚えておいてくださいで意味しますね成長するっていう意味なんですけど実は仲間の単語をて g r グラスとかグリーンとこのほら GR の部分同じですねグラスとかグリーンとかって実は仲間なんですよグラス意外と知らない人多いんですけどグラスって知ってますそうグラスって草って意味ですよね草って笑うって意味じゃないですかね間違いないでどね笑わないでくださいね違いますよはいグリーンっていうのは緑っていう意味ですね はい、そうだからほら緑草が育つ実はこういう仲間なんですけどこやつのね使い方がめちゃくちゃよく出るんですよで例文で見ていくんですがそう実は成長するだけじゃなくてですねこいつ多動子さんっていうのになってですね後ろに名称を置くこともできるんですよ Grow flowers って言ったらこれ花を育てるっていう意味になるんですよで野菜だったら Grow vegetables っていうふうに言えるんですよで<え> We grow flowers とか We grow vegetables って言うんですよそうするとですね 今度はああそうなんだ育てるっていう意味あんだって思ってですね Grow Children とかって言っちゃう人が出てきちゃいますだこれがただただ日本語訳に置き換えることの弊害ですこれは言えません Grow っていうのは後ろに置けるのは植物だけです Grow fruit って言ってもいいですねあフルー あの基本、不可算名詞で使いますから、日本フルーツってテースつけて使うことが多いですけど、不、え、可、ー、算名詞で使うことが多いんです実は。Grow fruit とか、Grow flowers とか、Grow vegetables っていうのは OK ですけど、Grow children とかっていうのはダメです。動物は使ってはいけません。植物だけです。まあ、いずれ、ね、習うと思いますけど、r a s e とかね、r a s e children 子供を育てるとかってね、ねあげるだけじゃなくて育てるっていうのも覚えていかなきゃいけません。あとは Grow up っていうのがよく出てきますね。I grew up in Japan とかね。上の方は多動詞としてね、使えてましたけど、この アップがついた場合っていうのは必ず自動して使うんですよ気をつけてください、ね、絶対後ろに目的を置いちゃいけないんですでそれに対していずれ習いますよこの Bring up children とかねこの場合は 多動詞でで使ううんんだよよよとかっていうのがよく問われるんですよグローアップは自動詞、ブリングアップは多動詞っていうのも、グローアップインジャパンって覚えれば勝手にはいはい自動詞ですね。ブリングアップチュー e n あ後ろに目的語を取ってるからあ、だから多動詞ですね。勝手に覚えられますね。でこれはどこのレベルの大学でも必要です。で、難関大学になったらこの上が出てきますから、グローフラワ r s とかグローベジ a b l e ズっていうのが出てきます。で、こっちも知らなきゃいけない。そしてライティングだとグローチュー l d r ンっていう間違いがいっぱい出てきます。はい、なので、これらの知識を覚えておく必要があるんですが、それをわざわざグロー植物とか、グロー 自動詞、ブリングアップ多動詞って覚えても使えるようにはなりません必ず具体例を覚えておくようにしてくださいご視聴ありがとうございました今日の英単語です explain っていうのはねとっても面白いんですがこの p l a n っていうね単語が隠れてるんですけどどうですか ?plane って知ってますそう明白なって意味ですねはっきりしたものにしてあげるって意味ですで p l a n って同じ音でスペル違うのあんの知らないですか そそうそう,そう平らなって言うんでせねこれだから平らな平意なってこれ同じ単語だったんですもともとだから平意なものにしてやるっていう意味ですねで,で実は平らなフラットっていうまあいずれやりますけど P と F ってね兄弟なんですけど平らなっていうのをこれとこれね実は兄弟だし平らな場所っていうところから place っていうのが来てるんですね実はこうやつらが仲間だったんですねまあ、こういうふうにね語源ってやつですけどこう、ね、ああんだ英単語って面白いってね思えてきたりもするのでこういった知識もね与えてきますので楽しみにしてください でではですね、えー、今日の英単語に行きますね。今日の英単語は、ランドとレントっていうやつです。非常にね、ややこしいんですよ、これね。そもそも、ほら、日本人 L と R 区別できないから、似てるんですよ、音がね。で、レンドっていうのは、貸すってやつですね。あ大丈夫ですか貸すじゃないですかね。そう。あ、でもそうか。地方によっては、貸すっていう意味が貸すになるのかはい。で、ラ、えっと、ンドっていうのは、あのローンって聞いたことありますね。 そうローンを組むとかってこれ同じ単語ですも々。ともとこれ貸すっていうので、えー、覚えやすいですけどこの「レントっていうのがね厄介なんですよはい「レントって何て覚えてますかそう借りるって覚えてますよねそうするとねまた「バ o ラ r っていうほら借りるっていうのがいて分かんなくなっちゃうっていう人がすごく多いんですねで「レントっていうのはまあ結構ね習うんだけどお金を通して借りるやつだよっていうふうに習いますね 合ってるよ。それは確かに正しい、ね。非常に大事なんだけど、それしか知らない。そこまでしか知らないっていう人が多いので、気をつけてください。ね、え例えば、We rented a car とかって言いますね。レンタカーってう、ここから来てるんですよ。Rent a car だから、レンタカーって言うんですけど、We rented a car って言えば、車を 借りましたでも車を借りた普通に We borrowed a car って言った場合に車を借りたって言ったらなんか友達からで、ね、車を借りたみたいな感じですが We rented a car って言った場合はお金を払ってそのレンタカーの会社にね払ってる感じなんですよあちみにアメリカだと「レント」サイパーに行った時は「レント」って書いてありましたけど「レント・ car って書いてありましたけどイギリス圏だと「h i r e っていうので、ね、普通「h i r e ってなんか雇うで有名ですけどこういうふうに車借りたい時には「higher」っていうんですまあ日本でもね「higher」って カカタカナで使ったりしますけどだからニュージーランド行った時はハイヤーって書いてますね、はい、h i g h e car。が話を戻します。はい。で We rented a car ああ知ってる知ってるお金払って借りたんだなって思うんですけど Rent って実はお金を通して貸すって意味もあるのでこれ気をつけてください。そうだから借りるとは限らないですからね貸すって意味でも出てくるので、えー、気をつけてください。そうレントとの違いレ Rent は必ずお金を通すんですけど、はい、貸すって意味でできます。だから気をつけてねそういう時は、まあ、別になくてもいいんですけど一応アウトとか to ってていいいうのががついてることが多いですだって、we rent a room って言ったらさ、ほら家借りてんのか貸してんのか分かんないので、でそういう時に out をつけてやると、we rent out a room って言ってやると、それ貸すっていう意味なんですね。で、we rent out a room to can ってね、ほら、can に、ほらさっきやりましたね、矢印、こっち向き、c n に向かって貸してあげたよっていう形で、貸すっていう意味の場合は、out とか to がついてることが多いです。 だからそうするとややこしくないから、ね。部屋を貸してあげたよとかね。あとは名詞でね、家賃って意味でも出てきたりとか、レベルが高いの出てくるし、あとは難関大学受ける人はこのレントっていうのがリースってなっていく 出てくくるるこことももあるのでお気をつけくださいこれもね同じ貸すカスって意味と借りるってほとんどレンタと同じように使いますのでこの we lease out a room to ten みたいな形でも使います貸すでも借りるでもこいつもよく使いますだからねどっかの会社ねトーマルタレンタリースとかってねあるいはこれそうレントとリースを合体させた造語ですね高校生とかだとリースって知らないかもしれないですけど結構日本でもリースっていう単語は使われてきてますね,ねお金払ってなんか借りるときリースって結構使うようになってきてますので、ねはい、こいつらはほとんど同じような形で使う。 れますはい、これは難関体でも問われるところなので、ぜひぜひ知っておいてください。今日の英単語やりますか ATM っていうふうに書いてるんですが、この ATM って何の略だか知ってますね意外と知らないんでね。Automatic Teller Machine っていいます。まあ、Automated でもいいんですけど、自動的なテラーのマシンであるっていうのが、テラーってな、ね、んだかわかります 出係ですかダメですすかよこれ水筒ですからね。水筒って言っても遠足の時に持ってくやつじゃないんですよ。音読みでよくわからなかったら、訓読み変えればいいです。出す、収めるですねそう。お金を出したり収めたりする人のことなんですがそれをテラーっていうわけですね。だから、バンクテラーっていうね、銀行の,このお金出したりする人のことね。それ水筒係っていうんですけどそう、なんでそれ水筒係っていうのテラーなんだえ、言う人って思うんですけど、テロって実はもともとね、こいつね、数えるって意味だったんですよ。今は使わないですよ。 数えることができるとですね、どういう,うかというとね、分けることができるんですね。で、どういうことって言ったら、例えばクラスの中で、はい、メガネかけてる人が何人いますかとかですね、長髪の人何人いますか坊主の人が何人いますかメガネが5人だから、はい、メガネの人を分けるで。そういうふうにできるわけですね。入試問題でも出てきますね。I can't tell John from k e n とかって、tell A from B とかって覚えるやつですね。これね。A と B を区別する。で、d i s t i n g u i s h が言がいいえだとか。いいですよそれは覚えていいですけど、A from B って言って、一つも例文浮かばない人が多いですね。 そうジョンとケンを分けますねなんかめっちゃ似てる双子なんだけどそういう時に使ったりしますねジョンとケンの区別がつきませんってことですねキャントがついてるので次に I can't tell the difference. その違いが分かんないよ。分けるとね、分かるって日本語もそうなんですよ。明らかに繋がってますねそう。同じように分けると分かるって。そメガネの人を分けるとか、挑発の人を分けるってことは、あなたはメガネってものが何だか分かってるし、挑発ってものが何だか分かってますね。他にも、I can't tell whether c a n is right or not。Whether A or B とかってですね、正しいか正しくないかが分かりません。まだ知らなくていいですよ、こんな難しい表現は。ただ、分かるっていうので覚えてますね。だから、アンダスタンドだと思ってる人が それで英作文書いてきて罰もらう人がいるんですけど基本的に「テオ」っていうのは見分けられないっていう時に使います見て分かりますね違いがわかるってことはそれ違い見分けるわけですね。この「分ける」っていう意味が残ってる時に使うことが多いんですね。 で、さらに、can't っていうのとよく使われるからですね。I can't tell とかね、わかんない。だから何でもかんでもわかるって日本語で覚えちゃダメですよ。区別するっていうニュアンスが入っている時にしか使いません。わかるってことは他の人に伝えることができますね。だから、数えるっていうものから、 分けるっていうことができて、分けるから分かる。で、分かってるから伝えることができる。で、今はこの伝えるの意味がほとんどですけど、実はこういう変化をたどってきたんです。こうやって歴史をたどってやれば、テルっていうのはこういうふうになるんだっていうことが実は分かるわけです。ただ、使い方覚えてくださいね。で、1個、キャン t っていうのは、はい、ノットがついてますね。ノットがついてる場合は、 助動詞も強く読まれまれすのでそこは忘れない。でく not、はい、否定語がついてる場合はだから I can't tell ですね。I can tell の not ついてない弱いですが I can't tell って言った場合は否定語がついてるそう否定語っていうのは違うんだよっていう強調になるので強く読まれるんですね。I can't tell jump from can こういった形で使われるんだっていうのは知っておいてください。はい、今回はですね、だいぶ情報量が多かったと思いますがぜひ復習して使えるようになってください。はい。今日の英単語ですね。Open と Close ってめちゃむずい。 やつです日本人にとって <laughs> かなり大変なんですよこれね気をつけてくださいで「オープン」っていうのはそう動詞形容詞2つあるんですね close っていうのはそう動詞まあもちろん形容詞の場合「close 近いっていうねはとも違っちゃいますけどっていうのがあるんですがねこれね意外と難しいんですよそのお店はい開いてるよってなんて言いますかはい「The shop is open」って言いますねはい ね、お店開いてるよ。じゃあ逆にお店が閉まってるよだったら、はい、The shop is closed って言います。はい、これ間違えないわけでくださいね。そう、どちらも形容詞です。ね、まあ、ほら、文系とかっていうやつだと SV で、形容詞、はい、微動詞の後ろに置かれるやつ。はい、そうそう,そう、C ってやつでしたね。そう形容詞、単体の場合は C。名詞を就職している、もしくは就職してないやつのことを C っていう。ね、で、だこれも Shop is closed っていうふうに同じです。まあ、あの、受け身とかって習っててね、閉められて。 いるとかってね、思う人もいるかもしれないですけど、いいです。これで形容詞だと思ってください。そう、形容詞はクローズ、d です。クローズではありません。いいですね。だから、お店にさあ、しょっちゅうさあ、るじゃん、看板。オープンってね、これ開けって意味じゃないですからね。開けろじゃないですか、ね。ら開いてるってやつです。で、日本のさ看板さあ。クローズって書いてるのめっちゃ多いでしょ。閉めろってこと。 でオープン、クローズでこうひっくり返すやつ。これだったら開けろ、閉めろ、開けろ、閉めろって書いてあるわけですよ。違いますからね。ねオープンで開いているっていう意味ですから、だから後ろクローズじゃダメなんですよ。ね、だから後ろはクローズドじゃないといけないんですよ。ね閉まってますよ。閉店してるとこですよっていうふうにならなきゃいけないんですよ。だから気をつけてください。クローズドですからね、これ、ね。クローズって書いてあったら、リー書き出してってください。ね きっとこう逮捕されますけど、ね、はい、ね。そう。だから、気になってしょうがないですね。オープン、クローズ、開けろ、閉めろとかですね。みたいなねお前がやる仕事だろうとかと思うんですけど、ね、そう、あれ、閉まっているですからね。これ、形容詞ですので。じゃあ、はい、私は、で、ドアが閉まったままに、そのドアを閉まったままにしておきましたって言ったら、どうします意図的にですね。意図的にそれ閉まったままにしてたやったら、I kept the door closed. 入れてくだださいねだからここをクローズにしちゃダメですよ。これ出るんです選択肢にいたりするんですよ。オープンの場合はそのままオープンにしなきゃいけない。オープンドゥはダメなんですよ。オープンって書かなきゃいけない。それに対して、えー、クローズの方は I kept that door closed ドゥっていうふうにドゥをつけなきゃいけない。うん、はい、大丈夫ですね。SV 星 O をしかしのままの状態にしておくってやつですねい語、ねね、単体で 使われる場合は C ってやつです、ね、ドアがクローズドな状態にしておく。はいえー、ということでね O を C のままにしておくっていうのがこの Keep の使い方なんですがオープンととがが出てくくるる間違える人がすごく多いだから当然4択の問題でも間違えるし作文とかスピーキングでも間違える人が非常に多いのでここは確実に押さえておいてください。 今日の英単語、ゲットについてやってみましょう。えゲットね、実は今までの講座の中で、さまざまな形を紹介してたって気がつきました最初はい、to the station はい、どういう意味ですかそう、ken は駅に着いたってやつね。2個目は、g o が angry。これ第2文献のところでりましたね。怒ったって意味ですね。怒ったかなってですね。<laughs> 次が、ケンがさんふうっていうのは、そうそうそう、ゲットしたって意味ね。皆さんが一番よく知ってるやつですね。で、これ文献っていうのを一応取ってやると、 To the そう、全知詞足す名詞ですね。全知詞が支えてやってますね。先生によっては、これは全知識足す名詞っていうのは就職語になるよ。だから M だよって教える人もいます。え、あ、マゾなんですか違いますよ。えー、森田、違いますよ。マリファイヤーっていうね、就職語って意味なんですけど、知らなくてもいいです。全知、はい、詞足す名詞、塊だと思います。はい、次は、angry は何しそう、形容詞ですね。形容詞は、そうですね。名詞を就職するか保護になる。今回は。 就職するるる名いいいなななから、o、になると angry? という風にととがうで、次は、サ m e f o ですね。県と食べ物はイコールではありません。イコールじゃない名詞のことを目的語っていうと。で、それぞれが、まあ一応第一文系、第二文系、第三文系ってなってるんですけど、意味が違いますね。そうなんですよ。形が変われば意味が変わるんですよ。じゃあ他の例ですね。はい、こいつは、県が、ミサムフードは、そう,そうそうそう、第四文系ってやつでなりますね。はい。私に、フードを、 ゲットしてくれた、してあげるとかしてくれるっていうのが第4文系ってやつですね与える系義務みたいな意味になるよっつったねあただこれほら逆にするとどうなんでしょう O1 と O2 を逆にするとが some food for me っていうふうになるんだってやりましたよね覚えてますかで最後 okay, got food ready. さっきやりましたねフードの準備をしました O を C にするってやつですでこれがまあ第4文系第5文系っていうお名前がついてるで文系が変わればそう意味が変わるだから 日本で文系っていうのが重視されるわけなんですよそんなんできたって喋れないじゃないかまあまあまあその気持ちはよくわかりますでもこれ知ってるといろいろ役立つことがね後々出てくるんですよ o 1 o 2の形とったらだいたい上げるって意味ここに全然あなたの知らない単語が出てきても上げたんだなぁっていうのが推測できるわけじゃないでまあいずれね第5文系ついてはもうちょっと詳しくやるけど第5文系もやっぱ似たような意味がねたくさん出てくるんですよ第一文系だったらだいたい全紙がそれ移動するのかとかそこにあるよとかいるよとかっていう意味になるっていうのを教えて くれるんですよ。l i イントキューつったら、あ、インってなんか中に、だから、あ、そこにいるんだなっていうふうにわかるし。go to school、あ、to で移動するんだなとかね。そういうのがわかるようになったりするし、S. V. C. だったら、なんとかのままであるとか。になるっていう意味になることが多いので、この形取ってるから、あ、ここはこういう意味だろうなって推測できたりするわけです。ちょっとで、ね、第三文系無理な、山ほど意味があるので、推測はなかなか難しいんですけども。第三文系以外の動詞であれば、推測するときに役立つんですよ。読んでるときに、わかんない表現に出会っても、こいつを知ってれば役立つよっていうことがあるんですよ。 だから伝統的に使われるんです、まあ、もちろんただ書いたりしゃべったりするようになるってわけではないですからえ具体例を覚えていかなきゃいけませんただただゲット形容詞って覚えたりとか SVOC って覚えてもダメですどういうキャラを取れるのかって知っていかないと使えるようにはなりませんだから伝統的な日本でね習ってる文法もとても大事だしこうやって世界的にね習うどうやったら使えるようになれるのかっていうのも大事です両方やっていってきちんと文法も理解するしそして使えるようになるこれを目指していきましょう 髪の毛がずっとピンってなってますけど、はい、この動画よかったらです、ね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。